ロベルト・コルチア語はイタリアのレーシングドライバーである。名字はコルチア語、またはコルシア語などと表記される場合もある。サロンの出身の人物。19歳の時にカートをはじめ、1990年にはイタリア F3 のシリーズチャンピオンを獲得し、国際 F3000 にも参戦した。 1995年から1999年までは、イタリアスーパーツーリングカー選手権や、スペインツーリングカー選手権に、オペルのドライバーとして参戦する。その後も、アルファロメオを、ホンダ、アウディのワークスドライバーとして活躍した。2001年は、アウディ A4 を借り、スウェーデンツーリングカー選手権に、トミー・クリストファーソンのチームから参戦。ボルボのヤン・ニルソン。 ジェーンズ・エドマンや日産のカール・ローゼンブラッド、オペルのポンタス・メルスなど、同レースで活躍するライバルを抑え、シリーズチャンピオンを獲得。2002年も5勝を挙げて2年連続のチャンピオン獲得を達成した。また、ヨーロッパツーリングカー選手権にも SDGC と並行して参戦していた。2005年からは、世界ツーリングカー選手権に、 ホンダやセアトから3年間参戦したが、このレースでは好成績を残すことはできなかった。2017年には TCR インターナショナルシリーズにホンダシビックタイプ R で参戦した。ありがとうございます。